We はい、ではアブトレアサカス今日も参加ありがとうございます。はい、はい、担当の中澤です。よろしくお願いします。はい、今日はまあここ1週間のテーマとして、まあ、運動不足をテーマにやってるんですけども、まあ、そもそも人間の行動って主に3つに分かれるんですよね。1つは、まあ、動くこと、うん、っていうと、あと2つ何が上がると思います？食べること。おー、いいね。寝ること。おー、正解。そうで、体のバランスが崩れるときってこれを同時にやってるときなんだよね。で、例えばこの食べてるときに何かをしながら動きながらやったりとか、寝る前に食べちゃったりすると、食べると寝るが合わさっちゃって次の日がだるくなったりとかっていう形になるから、もうこの組み合わせをしっかり時間を区切ってやってあげると体ってだんだん勝手に整ってくる。だから習慣にするのが非常に大事だって言われてるので、まあこうやって30分だったら30分動くことに集中することによって、体の血液もよりそっちに意識が持ってきやすくなるし、何かをしながらよりはこう、これが終わった後にじゃあ次何しようとか、まあ、例えばまたさらにランニングしようとか違うことに当てようっていう風にスケジューリングも楽になるから、そういう意味では朝からトレーニングするっていうのは一つのスイッチになるので、ちょっと今日も頑張ってやっていきましょう。お願いします。ではウォーミングアップからいきましょう。ここからミュートにお願いします。右足を前に出してもらって、前ならえします。そこから上にぐーっと上げて、体を反っていきましょう。1、これ5回いきます。2、息吐きながら、3、4、ラスト。はい、OK。 だいぶやるとこだったね。今度はこう開いてして後ろを見ましょう。手を開いて、そう、1、後ろに2、3、ラストいきましょう。5、はい、OK です。今度は左足に変えてもらって、また前ならえしましょう。で、上にグーッと上げて息を吐いていきます。1、
で、毎日抱きついて、もう一度。で、左手つくときに、結構前でついてるから、体のもっと、肩の真下ぐらいでいいよ。そうすると、より開きやすくなるから。そう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 。3。後ろ。前。4。OK。ラスト。後ろ。前。5。はい、OK。今度反対行きましょう。左ですね。両手を後ろにして、引いて、右手ついて、開く。1。後ろ。前。2。後ろ。前。3。後ろ。前。4。ラスト。前、5、はい、OK。では次、ちょっと背中周り伸ばしましょう。手を前に出して、お尻を後ろにぐーっと引いて、で、右へ行く方向に、一歩ずつ動かしてみます。1。で、ぐーっと伸ばして、肘を止めないように、はい、OK。戻って、1。反対側行きましょう。ぐーっとお尻引いて、はい、真ん中行きましょう。はい、OK。 じゃあちょっと股関節さらに伸ばしていきます。四つ前というか、スイカ列車の姿勢になって、足を前に一歩、そう、お尻落としてね。そう、1。なるべく手の近くまで頑張って、2、3、ああ、いいね、4、頭下向かないように、ちょっと前、目先を、目線を上げて、そう、5、6、7、ラスト、8、はい、OK。 では、次は、手を動かしていきます。両手を前について、前に進んでいきます。1、1、で、手で戻る。そう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 。あ、いいね。OK。で、もう一回いきましょう。1、1、1。で、足を持ってくる。1、1。OK。じゃあちょっと水入れたりして、トレーニングの方に移っていきましょう。で、今日は、上半身と下半身に分けます。で、まあ、今日、ちょっと今のストレッチ見ても、結構股関節が硬いから、股関節周り、もう中心に、スクワットをやりながら、ちょっと可動域も広げていくようにやっていきましょう。OK。では、スタートは、腕立てと背中、を鍛えるトレーニングをします。胸ですね、まずは膝をついて、両手前習いした状態でこのまま手をついちゃいます。そうで、肩よりも手が前に来ると肩が痛くなるから、腕ちょっと引いて、そう、自分のもうちょっと引いていいよ。そう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 。で、このまま胸を地面に近づける。で、起き上がる。そうそうそう。で、今、お尻が残るから、胸を下ろす。そう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 、OK。1。それでいこう。はい。10回。2。はい。3。4。5、6、7、8、9、ラスト。OK。
身の適応じゃん。OK。で、次は、手をこの三角形にして、今この手のひら、このぐらいのサイズだったのが、こっちにして、こっちの方がちょっときついから、規定面が狭くなるので、この状態で、足が離れるほどきつくなるから、ちょっと前にして、このまま、ダウンにして、上がる。これまた10回いきましょう。はい、ダウン。そう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 。あ、いいね。1。ダウン。2。ナイス。下がってしっかり上がってはいたから、まあ、最後もちょっと頭下がったけど、このままずっとできるようにすると一番いい感じで、できる回数だけやってみるって感じだね。で、次は背中はこのように足膝立ちになってこの状態にして、このままかかとに対してお尻を落とす。で、少し前傾、前のめりになる。目線下げすぎちゃうと首がこうやって曲がっちゃうから、目線はこの角度のままにして万歳で、肘をグッと引く。ちょっとやってみましょう。まず膝立ち、そうで、このままかかとに向かってお尻をちょっと下ろす。そうで、前傾、体をちょっと前に倒す。そう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 。で、万歳して、そうで、そのまま肘を引く。そう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 。で、頭が倒れないように前、斜め前向いて引く。そうそうそう、そうそうそう。そうすると背中わかる？ OK。 で、上げて引く。3。そう、肩にこう力入れないように引く。背中で肘を引く。そう、5。あ、いいね。もうちょい上見よう。6。そう、そうそうそう、7、アップ、はい、8、肩甲骨の下の方を9、はい、あと3回、10、1、2、 OK、 いいね。でもだいぶ姿勢良くなったね。前結構こういう感じになってたのが、今意識するとまっすぐになってしっかり引っ張れてるし、だいたい猫背だったり肩こりの人ってこれやるとこういう風に肩が上がっちゃって、この辺の意識がないんでね、背中を使わずっていう、どっちかというとこの辺がきつくなるみたいな形になっちゃうと背中がうまく使えてないから、イメージここで、次は今の姿勢で親指を後ろ向きにして寄せる、肩甲骨を寄せる。手の位置は肩の延長線上に置いて、このまま後ろに引く。で、さっきと一緒、ちょっと前傾して後ろ、お尻引いていいよ、お尻。そう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 。で、肩で、ちょっと目線下げない、そう、目線上げて OK。 で、真後ろに引く、指を肘伸ばして後ろ、そうそう。で、肩甲骨の真ん中ぐらい寄せる。戻して2、3、そうそう、4、5、6、はい、7、8、9、10、1、2、 OK。こんな感じで、こうすると勝手に胸が開いてくるから、猫背でだいたいこういうのを改善しようとすると腰を反るんだよね。
そうすると長続きしないし、反り腰になって腰が痛くなるから、そうじゃなくて、今みたいに、ここは、まあ、お尻ついてもいいし、座りながらでも OK、これ、椅子に。で、ちょっと前傾して、この状態でバンザイして、こっちやったり、こっちやったり。デスクワーク続いてるときって、こうやって背中を動かすと、胸が勝手に開いてくるから、この辺が楽になる、めちゃめちゃ。それで活用してみてください。OK、じゃあ次は、ちょっと、さっき言った股関節、スクワットいきましょう。片側に足開いて、今回、で、足首の硬いなっていう感じがあれば、つま先は30度ほど開いて OK。で、手は胸の前。で、このままお尻落としてダウン。深くいけるところでダウンしていく。で、ここから見ると、お尻をそのまま下ろす。で、目線はこのままでアップ。そう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 。OK。で、ちょっと伊藤見てて。今、下がってって、この辺まではいいんだけど、ここから体が倒れちゃってる。なるべく目線は下げずに、お尻を落とす。ここの股関節を意識して、足の裏、ふくらはぎとかにあんまり力を入れない。出てみましょう。これ正解いきます。よーい、スタート。1、アップ。息を吐きながら、2、5、3、つま先にあんまり体重が乗らないように、4、ダウン。5、6、7、そう、8、9、ラスト、ダウン。はい、OK。OK、OK。最初にはだいぶ、まあ、ここは硬い、ここから降りるっていうイメージがないと、体が倒れてくるよ。なるべくそれを倒れないようにすることによって腰を反っちゃうから腰が痛くなったり、だからここの倒れられる範囲までいきます。まだここまでだったらまずここまでで上がってきて OK。 徐々に徐々に可動域を使っていきましょう。では次は足を広げる。今の肩幅よりも1、2、1、2、外側に足2個分ぐらい広げて、つま先30度ぐらい外。で、同じことをやります。このままダウンして。四股みたいな状態ですね。1。そう。あ、そう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 。あ、いいね。そう。2。そう。3。で、ちょっと移動ストップ。今、この下がってくるのではなくて、こっから、体がまっすぐこうなっちゃってるから、ちょっと前傾してでっちりにした状態から、上体の股関節から上はずっと変わらない、このまま。そう、アップ、そう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 、目線下げないように、そう、ダウン、3、あ、いいね、4、そう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 、5、ダウン、そう、6、よいしょ、7、はい、8、9、はい、ダウン、はい、OK。 こういう形で結構しっかり腕立てしてると10回でも結構きついんだよね。あのスクワットね。で、どちらかというと伊藤の場合は足を開いた方が股関節の可動域広がるから、その狭くすればするほどバランスが取れない。この支持基底面でいって体を支持する面積が狭くなるとなるほど、でもこの状態でこうやって下がると分かるんだけど、どんどん狭くなるとバランスが取れなくなるから、
結構こう体を倒しちゃったりとかしてコントロールしてるのかなっていう感じだから、まあ、体幹周りも大事だし、こうやってしゃがむ負荷をかけてあげると代謝も上がるし血液が回りやすくなるから、まあ、走る前とかウォーミングアップでちょっとスクワット入れるといいかもしれない。股関節の動きも良くなるし、そんなイメージでやってみてください。 OK、 じゃあ最後いつも通りちょっと3分頑張りましょう。これは外さず朝もやってます。では動きとしてはこの状態で、今日はまずこれ20秒キープ、20秒して上向きになって足を伸ばしてキープ、で最後はちょっとこぐ、これで3ついきましょう。では用意して5秒前からいきます。5 2 1、はい、アップ。そうキープしてお腹上げましょう。はい、どう頭を下げないように、そう頑張って2 1、はい、元気、足伸ばしてキープ、そう肘ついて OK、3、2、1、いいね。はい、行こう、ふうで。ふう。はい、ゴー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 。ふう。はい、運気、また戻って。2セット目行きましょう。3、2、1、はい、運気になって、キープ、下腹部意識、下の動きにしましょう。3、2、1、はい、これで、ゴー。よいしょ、ゴー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 、こいで、こいで、1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 、
足伸ばして行きまして、ゴールラスト。足を頂戴していただいて、手を引いて、そう、前に伸ばす。ぐーっと倒していきます。はい、OK。今度は足を広げて、
な感じで足広げてもらって、右手をぐーっと伸ばして、左手のつま先に向けてタッチ。はい、OK、反対行きましょう。はい、OK。では、今度右足伸ばして、左足を乗っける。で、かかとをお尻の方に寄せて、お尻伸ばしましょう。OK。このまま寝てもらって、足の間に手を入れて、ぐーっと寄せましょう。OK! じゃあ、その逆行こう。右足乗せて、左足を持ってくる。そうそう。で、お尻一回引いて。そう。OK! 結構伸ばして。で、このまま前に、後ろに倒して、ぐーっと寄せる。はい、では今日はこんな感じで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れた。今日暑いね。朝から俺も結構暑かったから。うん。うん。まあでも、そうだね。伊藤の場合、いつもにあの昼間出てきてもらって、ちょっと朝とかと内容が若干違うから、うん、また違う刺激になって、体のいろんなところに血液が回りやすいような形になるから、たまにはいいかもしれない、こういうの。うん。うん、まあ、だから昼間もちょっとメニューを変えつつ、こういうのもちょっと入れていきながらやっていこうかなと思ってるんで。はーい。OK、また明日もよろしくお願いします。はい。えい、OK です。えい、ありがとう。ピース。